皆さんこんにちはレック専任講師の松本です本日はマンション管理士と管理業務主任者の講座についてご案内させていただきたいと思いますお手元にですねこの管理業務主任者マンション管理士のパンフレットを準備していただけたらありがたいかなと思っています早速なんですけどもこの 講座のです、ね、中で生講義とそしてご自宅でのお勉強とのセットのこの2019年管理業務主任者マンション管理士ハイブリッドダブル合格コースという内容の講義ということでこのハイブリッドの方で生講義ということで梅田の方では私が行うということになります。 でご承知のようにですねマンションについては平成29年の段階で国土交通省発表ではなんと644万戸ということで全国の人々の約1割強の方が居住しているという現状がありますしたがってマンションや管理業務主任者の需要というのは月日とともにやはり大きくなっているというのは明確に なっておりますそうした中で昨年度の試験の問題なんですけど合格者の人数というのがありましてこれがですねパンフレットの1ページなんでですすけども年年からがが上がっていますで、えー、ここのところに対して平成30年が載っておりませんので口頭でお伝えしておきますと管理業務主任者につきましては2018年の時の試験としまして、えー、合格者が 3531名21.7%の合格ですね3531 21.7%名 21. 一方のマンション管理士が975名 7.9%975 名7.9%ちょっとマンション管理士は受験生の関係と問題の関係で厳しくなっておりますがまあほぼ管理業務主任者については21% 前後の数字が推移しております合格率一方のマンション管理士はあ従来からですけども8%から9%ぐらいを一つの目処というような形になっているようですえ、そうした中で、えー、よし今年は頑張ろうという方について今からご案内させていただきたいと思いますえ、参考にですね、えー、昨年度使いましたこのー3ステップゼミというものの基礎理解編というテキストを 一部引用させていただいてお話を進めようかなとこのように思っていますでは早速なんですけども表紙を開きまして今日は一部引用ということで意思表示のところを勉強したいと思いますこの表紙はですねこの昨年度のやつの2ページ3ページに載っておるんですがこの詐欺から始まって4つの内容が上がっています 脅迫虚偽表示語心理流法という形そしてその結論として民法上どうなっているか取り消しの場合無効の場合がありますよさらには第三者がいた場合どうなってますよと簡単な表ですけどこれが基本中の基本ですね。で、えー、過去に不動産関係の勉強あるいは法律の勉強された方はもうほとんどの方が知っている基本概念これを実務ではどのように生かすかということで講義に生かしたいと思います。 早速見ていただくと3ページなんですけども1番のところですねこれ管理業務主任者のちょっと古いんですが12年12年の問題が出てますよとこれちょっと見てもらいますとですねマンション管理組合 A の理事長 B がマンション管理業者 C との間で管理委託契約を締結した場合において B に 本件契約の締結につき要素の錯誤があったときには A は本件契約を取り消すことができるがただし B に過失があったときは取り消すことができないとこんなふうに書いてあります錯誤の問題があります同じようにですね下の方の4つなんですけど意思表示としてポイントだけ見ておきますと1番は本件契約が A と B の通貌虚偽表示による取引2番目が本件契約は B の脅迫による取引 3番目が本件契約は B の詐欺にによる取引とこんなふうになっていますそして4番目これが今の一番上と絡むんですが本件契約は公とは別の重公を購入する意思を有していた B の錯誤により締結された場合 B にその錯誤による本件契約の無効を主張する意思がなくても A は原則として本件契約の無効を主張することができるこれも錯誤の問題です。 そこでですね1番目の文章は最初に導入で読みましたけどこれはいわゆるキーワード要素の錯誤というのが非常に重要なポイントになるという法律上の要件の一つとして読みましていただきましたそれを踏まえて4番目だけちょっととね今日はピッックアップしたいいかなと思います1を1から4の内容を一般のテキストにあるような形で参考に図示をしますとこんな形だということで書かせていただいております。番番上がのの選択肢の ですね、それから2番目が番同じく2番目の選択肢の絵です。3つ目が3番のの選択肢ので今やろうとしているのはこの4つ目になります。でこの4つ目なんですけど、えー、問題文からですねお分かりの通り A と B の関係で A があ。 B に対してあるいは B が A に対してとお互いやってますけどポイントはここに書いてあるように、ね、この場合なんですけど通常の問題であればですね「錯誤はこのレジメにあるように無効ですよ」でいいんだけど問題はこの「錯誤についての考え方どういう意図で無効になるのか」っていうのが大事になります。こここのののととろはですすね過去の最高裁判所の判所決を踏まえますと このように歌われております。錯誤による無効というのは、憑依者が保護するんだよ。つまり、勘違いをした人を守るための規定なんだよっていうことを熱く歌っております。これを判例という形で受けておりますので、えー、実務上ですね、条文の解釈の中ではここを重きを置くということになりますと、この選択肢の読んでいくと、B がだま勘違いをした。 ということです万が一 A が B を騙したということになりますと、えー、それでも B は勘違いしますからその場合は、えー、逆に言うと上の詐欺の問題としても出てきますけど今日はそこまで考えずにとりあえず B が勘違いをしたというウェイトを置いて話を進めますそうしますと B が勘違いしたんだから私は間違ってましたのでこの契約はなかったことにしてねっていう話をするわけですねなかったことにしてねでも 選択肢の4の問題はですね A さんが B さんの勘違いを使って契約をペケしようかって言ってるわけですね。そこのところが裁判所の見解でしてポイントはここですね。えー、相手方や第三者が憑依者の意思を無視して無効主張していいんでしょうかとつまり B が勘違いしたのをやめたと言ってない。のに勘違いいいをしていない人が 代わりに言っていいでしょうかとこれがこの本来の解釈の「表依者の保護」ということに合致するでしょうかということになりまして昭和40年9月の最高裁判所は何て言ったかというとここですね原則ダメでですすよっって言ったんですねここのところつまり、えー、単にですね問題を解いて覚えるんではなくこのようにですね具体的に過去の裁判判決の経緯を踏まえながら どういう結論になったかということをメインにお話をできたらなというのが私の講義という形になります。えー、従いましてですね講義の方ではできるだけ具体的にかつ過去の実例を踏まえてイメージ化するというのにウェイトを置いたりあるいは今話したように裁判所のそういう解釈をした経緯というのはどのような背景から来たのかという法律的背景を一部買いまめるような話をしたりとこういう形で講義を進めていきたいかなと思っています。 マンンションの場合は例えば宅地建物取引士の試験のようなものと同じように勉強されるにあたってもかなり文書内容を深く読まないといけない問題が出ているというのがやはり最近の傾向ですのでそういう意味では理解をすることにまずはウェイトを置いてその中である程度各人の能力によってパターン化していただいたらしっかり実力がつき平成30年の合格率のたとえ7.9%であってもトであっても クリアできるマンンション管理士管理業務終身者であれば21.7%ですからより合格は目前にやってくるとこういう形になりますので、えー、今からですね冬1年近くはありますけど冬に向けて11月何しは12月の試験に向けてぜひともハイブリッド講座で頑張っていいいたただきたいと思いますでこの講座なんですけどもスケジュールとしましては。 このパンフレットに書いてありますように東京の方のの方渋谷駅前校では3月月日が3月生のスタートになっておりますそして私の方の大阪の梅田駅前校の方では3月生は3月23日からスタートということになっておりますのでこの日にち1回目どちらもスタートしますほぼ同じですけども同じペースで生講義は月2回というのがこの「ハイブリッドダブル合格コース」という講座になります。えー、月2回という というペーース配分ををししながらモチベーションを維持して、えー、自分の弱いところあるいは、えー、知識の足りないところを埋めていただくとこれも演習を中心にこの「ダブルの月2回の講義の中の生講義ではやりますので頑張って一緒に勉強いただけたらありがたいかなと思っています。それではでではすね、えー、3月まで ちょっと時間ありますけどもいろいろご検討いただいて、えー、頑張って一緒に勉強しましょう。